シダミ砂丘に分布する赤松林シダミ砂丘は埼玉県加須市に所在する砂丘である。日本に残る下半砂丘の中で最大級のもので中川定地の下半砂丘群の代表格。シダミ砂丘は海の川砂丘の一部を形成し約7000年前に赤木おろしによって運ばれた砂によって形作られた下半砂丘である。この付近では海の川流域及び フルトネ川流域に砂丘の分布が見られる。シダミ砂丘は、貝の川の自然堤防に合わせおよそ東西に発達している。貝の川砂丘の中では、シダミ砂丘が最も規模の大きい砂丘となっており、長さ約2500メートル、幅約300メートル、高さ約5メートルから10メートルを有していた。標高は、所在地南側の水田が約十五メートルなのに対し、 砂丘は約20メートルほどとなっており、標高最高点は26.8メートルであった。しだみ砂丘の断面の勾配は、風上側は緩やかとなっているが、風下側は急斜面となっている。しだみ砂丘は古くからの形状が保たれ、砂丘上には赤松林が所在しているがこれは、砂丘上に形成される特異な植生であり、数低地に、 森林の発達した場所が少ないことなどから学術上、貴重な場所となっている。このため、シダミ砂丘は1956年9月24日に、加蔵市指定名称に指定され、1976年3月30日に、加蔵市シダミ県自然環境保全地域に指定されている。また、2014年3月11日に、中川定地の下半砂丘群として、 県指定文化財に指定された客中参考資料ありがとうございます。